ラーブル・コルニーロフ、ラーブル・ゲオールゲービチ・コルニーロフ、ロシア語、1870年8月18日、8月30日、から1918年3月31日、4月13日は、ロシア帝国の軍司令官、将軍、ロシア共和国軍の最高総司令官、1917年、白軍のカリスマ的リーダーであった。一方、2月革命に際しては、 ロシア皇帝の家族を逮捕した。探検家にして外交官であった。また、日露戦争や第一次世界大戦では、ロシアの英雄であった。特に、失敗に終わった1917年8月の、クーデターの指導者として知られる。ラーブル・コルニーロフは、1870年8月18日に、ウスチカメのゴルスク、現在のカザフスタンをスケメンで、 ロシア帝国軍シュベリアコサック少尉エゴール、ゲオールギー・コルニーロフ家庭に生まれた。母のマーリー・アイバーノブナは、遊牧カルムイク人の出自であった。別説では、コクペクチンスキー・スタニーツァのコサックのデートされる、スタニーツァとは、コサックの大樹のこと。コルニーロフの祖先は、エルマーク・チモフェイエビチの重死体として、シベリアへやってきたという。 エリスタにコルニーロフの記念碑を混流することを計画しているカルムイク共和国大統領キルサーアン・イリュムジーノフは自身の研究でコルニーロフの本名はローラギリジーノフまたはリジーノフであるラーブルという名とコルニーロフという姓はローラギリジーノフがママ父から受け継いだものであると指摘している1881年にはコルニーロフ家は カルカラリンスクスタニーツァからキヨシとの国境にあるセミパラチンスク州財産ゲンカザフスタへ移住した。1883年6月にはコルニーロフはオムスクの陸軍幼年兵団、陸軍幼年学校、陸軍士官学校へ入隊した。初等学校の第3学年までの教育しか受けていなかったのにもかかわらず勤勉で有能なコルニーロフは 急速二段で最も優秀な生徒の一人となった。卒業試験に優秀な成績で合格し、彼はさらなる教育を受けるための軍学校を選ぶ権利を獲得した。コルニールフは権威あるペテルブルクのミハイロフスク砲兵学校への入学を選択した。彼は1889年8月に同校へ入学した。 1889年から1892年まで、ミハイロフスクカキ学校で、コルニーロフは勉強に励んだ。主席での卒業後、トルキスタン砲兵旅団への勤務を命ぜられた。勤務の他に、独学、兵士への啓蒙へ取り組んだほか、東洋の言語の研究にも従事した。1895年には、入学試験に合格し、コルニーロフは、 サンクトペテルブルクのニコライ三謀本部アカデミーの長考生となった。1897年には賞金メダルを受けてアカデミーを終え、コルニールフ二等大位はペテルブルクを辞し、トルキスタン軍管区の勤務に就いた。1898年から1904年にかけてトルキスタンにおいて上級副官の司令物機補佐官として、その後は司令物機中尉として勤務した。 トルクメン人に噴し、アフガニスタンにおいては、イギリス軍のデーダジ要塞の偵察任務に従事したが、これは、生命の危険と隣り合わせの任務であった。その他、東トルキスタンのカシュガル、アフガニスタン、ペルシャへの一連の長期にわたる探検と、偵察遠征とを成し遂げた。司令部を卒業する生徒の必須科目である、ドイツ語とフランス語に加えて、コルニーロフは、英語やペルシャ語、 ウルデュー語をよく習得していた。1903年11月から1904年6月にかけては言語の研究とベルジスタンの人々への関心からインドにあった。実際にはイギリスの植民地軍の編成の分析のための滞在であった。1905年には彼の秘密のインドへの旅行の報告は総司令部から発表された。 1904年6月、コルニールフ中佐は、総司令部の長官として、ペテルブルクにあった。しかしながら、再び彼は、前線任務への転勤に成功した。1904年9月から1905年2月まで、彼は当初は、佐官として、後には、第一射撃旅団の司令官として任務に当たった。1905年2月の新ム無デンからの撤退に際しては、 後衛にあって軍の主力を援護した。バズイエ村で日本軍の包囲にあったが、銃剣突撃によって包囲を突破し、彼の部隊がその一部として合同した旅団を主力へ合同させた。コルニールフは多くの勲章を受け、中でも第四位聖ゲオールギー勲章は、軍務に引いてた軍人に対して贈られる名誉ある勲章であった。コルニールフは、 1907年から1911年の間、真のロシア大使館付き陸軍武官となった。第一次世界大戦に際しては、1915年4月にオーストリアイコール、ハンガリー帝国の捕虜となった。コルニールフは1916年7月に脱走した。ロシア革命の起こった1917年3月からは、ペトログラート軍管区の指揮を任された。 7月には、臨時政府軍の最高総司令官に任命された。コルニールフ将軍は、ロシアの混乱状況を憂いて、反革命運動に身を投じる覚悟を決めた。彼は、大ロシアが混沌と軍事力の低下によってその、プライドと名誉を失うことを良しとせず、自ら盾となってそのプライドと名誉を守ろうとした。この反革命運動のため、 ソ連時代にはペレストロイカに至るまでコルニーローフの名誉は完全に失われることになった。1917年8月、コルニーローフは死につつあるロシアの大地を守ることを全ロシア国民に呼びかけ、指揮下の皇室部隊をペトログラートに向けて進軍させた。彼は臨時政府の一角を占めるソビエトを打倒しなければ、ロシアは有効な戦争指導は、 難しいと考えていた。これによってからボルシェビキラサハ勢力を臨時政府から排除したいと考えていた首相アクサンドル・ケレンスキーも彼を支持し軍の首都への導入を依頼した。ところが9月12日コルニーロフの軍が首都に近づくにつれケレンスキーは不安となり自分も打倒されるかもしれないと疑い始めた。ケレンスキーは鉄道労働者にストを指令し、さらにペトログラードに ソビエトの活動家を核とする、赤衛隊を創設した。この時点で2月革命時の反乱軍はすでに、機能しているか前線に送られていた。しかし武器と機能できない元兵士は豊富で、かなりの軍隊を組織できた。もともと戦意の乏しかった、コルニーロフ指揮下の部隊は、たちまち行き場を失い現隊に復帰していった。コルニーロフも逮捕され、軟禁状態に置かれた。 クーデターが失敗した結果、ボルシェビキはその軍事力、政治力を急速に蓄え、11月には武力による10月革命を起こして、臨時政府を追放した。コルニールフは、再び脱走に成功し、皇帝に忠誠を誓うドンコサック軍の根拠地である、ドンカワ地方にその拠点を定めた。コルニールフは、ノボチェルカスクにあったミハイル・アレクセイエレイカの義勇軍を、 情報戦で支援した。しかし、1918年4月、コルニーロフは、クバーニ地方、エカテリノダール地方で行われた赤軍との戦闘で、弾丸を東部に受け戦死した。コルニーロフ将軍は、セルゲイ・エーゼンシュティン監督の映画、10月における、敵役として名高い。彼は、この映画で反革命の、ネイモー師団を率いるコサックの将軍として、 人民の革命を踏みにじる恐怖のゴンゲとして描かれている。彼は史実通りクバーニ川で戦死し司令官を失ったネーモー師団も崩壊する。彼のカリスマ的イメージは劇中によく描かれており、この映画の中で最も印象深いキャラクターの一人となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。